ウェンディーズバーガー、ポテトと赤ワインウェンディーズはアメリカ合衆国で創業したハンバーガーを中心とするファーストフードファストカジュアルチェーンである。創業者はデイブ・トーマス。2015年現在の米国での運営法人はザ・ウェンディー・エス・カンパニー。世界26カ国に店舗を展開している。本社は アメリカ合衆国オハイオ州 W 市、デーブ・トーマス通り一番地に所在する。ウェンディーズレストランの1号店は1969年11月15日にオハイオ州コロンバス市に開店し、1985年までに3000店以上を要するチェーンに拡大するなど早い成長を見せた。しかし、1980年代中頃には業績が悪化。 引退していた創業者のデーブ・トーマスは1989年にウェンディーズ向けのコマーシャルを始めるなど2002年に亡くなるまでレストランの再建に力を尽くした2010年現在は全26カ国で6650店舗を展開しているウェンディーズという野号は当時ウェンディのニックネームで呼ばれたデーブ・トーマスの娘メリン・ラルー・トーマスにちなんでいる 当初は、ウィンダだったそうだが、本人にとって発音が難しかったため、ウェンディに変えたと、いう。ウェンディーズのロゴは、赤毛の少女で、エリは、マムとなっており、母の味を思い出すときに、ウェンディーズを思い出してほしいとの意味が込められている。クオリティーズ・アワーレシピをスローガンに掲げていたが、現在は異なるスローガンを使用している。ナオコのスローガンは、商標登録されており、 マークにも使用されている。国際的に掲げているテーマは、リアル、フレッシュ。1995年、カナダ最大のファストフード及びコーヒードーナツの、チェーン店、ティム・ホートンズと合併し、ウェンディー・エス・インターナショナル・インクとなった。それ以来、ウェンディーズ・レストランに加え、ティム・ホートンズの店舗をアメリカ合衆国で展開。 2006年のティム・ホートンズ独立後、2008年には、アービー・エス・レストラングループを保有する、トリアーク・カンパニーズ・インクに買収される。同社は社名を、ウェンディー・エス・アービー・エス・グループ・インクと変更して、事業を展開していたが、2011年からは、アービーズ事業の大半を売却し、社名を、ザ・ウェンディー・エス・カンパニー・インクとしている。 アメリカ、カリフォルニア州サンノゼのウェンディーズ・ウェンディーズが展開している国、地域の図日本では1980年から事業展開されたが2009年末をもって一旦撤退した。その後2011年12月、別の事業者により日本での展開が再び行われている。 全国共通の黄色と赤色を基調とした、エビス店初期の店舗イメージを残すところ沢店。日本での歴史は1970年代後半、大英創業者の中内が、米国を視察した際に、ウェンディ・エスの存在を知り感激し、早速日本での展開を支持したところから始まる。この時点で、大英グループには、ハンバーガーショップチェーンドムドムを運営する。 株式会社ドムドムがあったために、ウェンディーエスの受け皿としてこの会社が選ばれた。株式会社ドムドムは、米、ウェンディーエスとフランチャイジー契約を結ぶにあたり、株式会社ウェンコジャパンと社名変更、社内にドムドム事業部とウェンディーズ事業部を設けた。このフランチャイジー契約には、売上高や店舗数などの年次目標値が設定されていたため、後に、 利益の足を引っ張るることになる当時、米、ウェンディー S 社は一国に一つのフランチャイジーしか認めておらず、このフランチャイジーはウエンコ XX を名乗る胸の条件があったと推察される。ちなみに、ウェンコジャパンとは、ウェンディースコーポレーションジャパンの略とされる。ウェンコジャパンは1980年に、 東京都中央区銀座7丁目の中央通り沿いに第1号店となる銀座店を出店。2号店は東京、表参道に同年中に開店した原宿店であった。翌年東京、青山の青山通り沿いに4号店となる青山店が開店。これら全国的に知名度の高い場所に開店した初期の3店舗は、以後の販売促進活動において、 銀座、原宿、青山でおなじみのウェンディーズなどとして代表的な店舗として扱われ、その後の事業展開は東京都心を中心とする極端なドミナント出店であり、またテレビコマーシャルを一切行わない方針が取られていた。ドミナント戦略の結果、展開5年後の1985年時点で東京23区外の店舗は、 神奈川県横浜市の伊勢崎町店、元町店、藤沢市の江ノ島店、千葉県船橋市の船橋店、埼玉県所沢市の所沢店のみであった。このうち元町店と江ノ島店は、ほどなく閉店した。バブル期の1980年代後半には、店舗の入居時の賃料や保証金が重くのしかかり、売り上げは、 そこそこあっても利益が出ない体質の店舗が目立ち始め、前述の2店舗のほか阿佐ヶ谷店、虎ノ門店、下北沢店、武蔵野店などが閉店した。この頃、3年間の期間限定で、山口県岩国市に岩国店があった。これは、岩国飛行場に駐留するアメリカ海兵隊が、ファストフード店を誘致するにあたり、 隊員の投票によりウェンディ・エースが選ばれ出展を要請されたという経緯があり、ドミナントから遠く離れたエリアであったが、これに応えて出展したものである。1990年、神奈川県横浜市に数年振りの新規出展となる、横浜ビジネスパーク店を開業、以降神奈川県東部にも緩やかなドミナントを形成した出展を進めることとなり、特に横須賀店は、 米軍横須賀基地のすぐ近くのショッパーズプラザ横須賀の表に出店し、アメリカ人客が多く利用し、入れ替わりの激しいテナントの中でも買い手に依頼、高売上げを上げる店となった。同年、関西第1号店となる、兵庫駅前店を、兵庫県神戸市に出店。以降、第3のドミナントとして、神戸市内での出店を加速させる。ちなみに、 この兵庫駅前店はドムドムからの転換店舗の国内第一号でもあった。ウェンディーズの出店を加速させるためにドムドムからの転換は多数計画されていたが、ウェンディーズとドムドムとでは収益率に違いが大きく、実際に転換されたのは横浜の青葉台店など数店舗に止まった。そのためか、大英京橋店や所沢店などドムドムとウェンディーズの双方が、 ドイツ、ショッピングセンター内に入居するような場所もできてしまい、これらは、ウェンディーズの売却後は、競合店舗となってしまうこととなる。1997年3月、ドムドム事業部の一切を、同じダイエーグループの株式会社、ダイエーファーストフーズサービスに譲と。これにより、株式会社ウェンコジャパンは、ウェンディーズの単独運営会社となったが、ドムドムから見ればまさに、 のきを貸して、おもやを取られることとなった。1990年代末期、全国で100店舗体制を達成。米、ウェンディ・エス社との契約事項に100店舗出店があったためバブルキーは撤退店舗はなかったが、これ以降スクラップビルドを繰り返し店舗数は、これを下回っていた。このうち、富南とから大きく離れた香川県は2002年。 岡山県は2005年に店舗が消滅している。なお、2008年11月26日に開店した、プレイオーオーク浜北店が、最後の出店となった。全店閉店を迎えるにあたり行列ができる、梅田店ウェンコジャパンは2002年12月、大英の経営危機に伴う子会社の整理により、同じ大英グループだった、ビッグボーイともども全商に売却された。 ウェブサイトの URI は、大英参加の株式会社ウェンコジャパン時代は、www.wenco-japan.co.jp であった。身売り後は、社名が、株式会社日本ウェンディーズになったことに伴い、www.nihon-wendies.co.jp に変更された。 現在どちらの URI もインターネット上には存在しない。親会社の全哨は2009年12月10日、米国ウェンディーズ・アービーズグループとのフランチャイジー契約が同年12月末で期間満了となるのを機に契約を継続せず年内で全事業を終了し全71点を閉店すると発表した。なお、ウェンディーズ自体の営業成績は黒字だった。 他社への売却も検討されたとされるが、この時には間に合わなかった。明けぼの出し店、ファーストキッチンとのダブルブランド店舗である、新宿南口店のレシート2010年6月23日、ウェンディーズを展開している、事業会社は、日本全国で、店舗展開できるパートナーを募集すると発表。世界、第2位の外食市場。 日本には潜在力が内在しているとして再参入を決めたということで可能な限り早い時期のオープンを目指していた。翌2011年3月3日、米国富のピザを日本市場に定着させた株式会社ヒガインダストリーズが米国ウェンディーズ・アービーズグループとの資本業務提携を発表。大英前賞時代とは異なり、今回は フランチャイズ契約を結ばず、2011年4月に合弁会社のウェンディーズジャパン合同会社を設立し、合弁会社が日本法人として活動し、ウェンディーズを日本で事業展開する。そのため、ヒガインダストリーズの合弁会社への出資が大半を占める。この体制はアメリカのウェンディーズ社にとって世界で初めての試みとなった。 合弁会社の社長は、ヒガインダストリーズの代表取締役会長である、ヒカが兼務している。国際で掲げているテーマ、リアル、フレッシュの他に、プレミアムというウェンディーズジャパン独自のテーマを加えた。ウェンディーズジャパン合同会社は2011年12月27日、東京、表参道に最新出1号店となる、表参道店を開店した。以降 合弁会社が直営店を多数出店する予定である。また、合同会社を FC 本部としたフランチャイズ事業にも着手する計画もある。大英全勝時代のウェンディーズのイメージを全体的に変更、高級路線を打ち出し客単価の向上を目指している。かつて使用されていた黄色と赤色が貴重の全国共通の店舗を今回は使用せず、 日本独自の店舗を開発。高品質のレストランと安くて早いファーストフードの間の位置づけのファストカジュアル型の店舗を作り出し、上質なハンバーガーを心地よく落ち着いた環境で食べることができる店内作りを掲げている。バンズは前回進出時よりサクサクとしている。プロジェクトゴールドハンバーガーやチリポテトベイクドポテトサラダなどの従来のメニューも 提供する。さらにフォアグラロッシーニをはじめとしたジャパンプレミアムを名乗る4種類の日本限定のスペシャルハンバーガーも販売する。2014年11月28日、レコード会社やホテル運営会社を参加に持つレッドプラネット、ジャパン社との業務提携を発表した。マグノリアベーカリーなどを参加に持つレッド社との間で顧客の取り込み、 他店舗展開、新たな商品群の提案などで協力を行っていく。当初、店舗展開は、土として進んでいなかったが、2016年に、同業のファーストキッチンを買収してからは、ファーストキッチンの店舗をウェンディーズとの、ダブルブランド店舗に転換する形で出店を、加速。2018年3月現在は30店舗で、営業中。かつては、明けぼの橋に、 ウェンディーズ単独の店舗を出店していたが、2017年11月時点では、ダブルブランドに転換済み。第1次日本進出時代、第2次日本進出時代、有名企業のロゴに隠された秘密12戦。ロケットニュース24、2018年7月15日、閲覧。ウェンディー、S、アービー、S グループエクスプローリングストラテジックオルタニティブス。 for RBS h a t Wendy S RB S グループコンプレッツセールオブ RB S2 ロークキャピタルグループ株式会社全商連結し会社である株式会社日本ウェンディーズと Wendy S RB S グループインクとのフランチャイジー契約終了に関するお知らせオリジナルの2011年11月7日時点におけるアーカイブ h t t p s w a v e a r c h i v e o r g w a v e 2 <org> 0 1 1 1 1 0 7 0 6 0 9 4 5 h t t p w w w z e n s h o c o j p j p n e w s c o m p a n y 0 9 1 2 1 0 7 7 7 p d f 2 0 1 6年1月24日閲覧。全称。 ウェンディーズのハンバーガー事業から撤退。日経ネット2009年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年1月24日閲覧。ABC 第10期決算広告2021年4月23日付。官報94ページ。ウェンディーズ、日本採算入へ。 日テレニュース 24http コロンスラッシュスラッシュ www.news24.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ2010スラッシュ06スラッシュ23スラッシュ06161583 html2016 年1月24日閲覧。米ウェンディーズ。日本外食市場に再挑戦昨年末撤退。ビジネス。経済。朝日 .com オリジナルの2010年6月26日時点におけるアーカイブ https://wave.archive.org/wave/.20100626104104/.www.assachi.com/.biznes/.update/.0623/.tky201006230301.html.wnds S Wendy, S, RB, S International Seeks Partners for Entry into Japan.The Wendy, S Company, http://ir.wendysarbys.com/.phenix.zhtml, C=67,548&P="elolnewsarticle&」 ID イコール144万 1209& ハイライトイコールウェンディエス2016年1月24日閲覧米国ウェンディーズアービーズインターナショナル社との資本業務提携について株式会社 ヒガインダストリーズ、http コロンスラッシュスラッシュ www.higain.jp スラッシュプレススラッシュ wjv プレスリリース 11303pdf 2016年1月24日、閲覧。ab 表参道に、ウェンディーズ日本最上陸1号店、国内限定メニュー4種も。渋谷経済新聞。 2016年1月24日閲覧 http in japan i n pot.com 2011-10-03ウェンディーズ 2B リローンチドインジャパンインディッセンバーウェンディー S2B リローンチドインジャパンインディッセンバーハットウェンディーズ2011年後半に東京都内に再出展流通ニュース 2012年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年1月24日閲覧 AB ウェンディーズが日本最上陸1号店は表参道に12月アフップ部ニュース2016年1月24日閲覧ウェンディーズ日本最上陸 -12 月27日表参道エリアに1号店渋谷経済新聞 2016年1月24日閲覧。ウェンディーズジャパン合同会社との業務提携に関するお知らせ、レッドプラネットジャパン。 h t t p c o n t e n t s x j s t o r a g e j p x c o n t e n t s 3 3 5 0 0 f 3 9 9 1 7 6 b 7 7 9 c 4 2 7 5 a d 0 8 b 0 b 5 7 d e 5 9 3 6 1 4 0 1 2 0 1 4 1 1 2 8 0 8 6 7 0 9 p d f 2 0 1 6年 1>, 1月24日閲覧ウェンディー・エス・ジャパン店舗情報日本のウェンディーズ全店31日で閉店日経ネット2010年1月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年1月24日閲覧ウェンディーズ公式ツイッターツイッターハットウェンディーズ表参道店が閉店へ国内は2店舗にネットラボ 2016年1月24日閲覧。ファーストキッチン、ウェンディーズ、六本木店に、コラボ店。流通ニュース。2016年1月24日閲覧。ファーストキッチン、ウェンディーズが、買収発表社長に、ひかし、日本経済新聞。 http://www. コロンススララッッシシュュ日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ DGXLASDZ01HPXRALAC16A6TI50002016 年6月1日閲覧ありがとうございます